ビクター・エスピノーザは、メキシコイ・ダルゴ州出身で主に、アメリカが衆国で起乗している騎手である。兄は、騎手のホゼ・エスピノーザと、元騎手のレオ・エスピノーザ。香港における名前の中文表記は、いいかじ。実家が農場であったため幼い頃から乗馬をしていた。しかし、子供の頃は、馬が怖く、将来、自分が騎手になるとは夢にも思わなかったという。 その後、バスの運転手など様々な職業を経験し、たまたま立ち寄った競馬場でレースを見たことが契機となり、競馬の世界に足を踏み入れた。この時を振り返った本人は、当時は特別にやりたい仕事もなかったので、とりあえずという軽い気持ちで騎手になったと発言している。デビュー以来、順調に勝ち星を伸ばし続け、現在アメリカで最大の激戦区と言われる西海岸地区で、 トップクラスの活躍をしている。1992年、20歳の時、メキシコで、騎手デビュー。1993年に、アメリカ西海岸に移り、同年米メドーズ競馬場の見習い騎手リーディングとなる。1994年は、ゴールデンゲート競馬場で、1996年から1997年には、フェアプレックス競馬場のリーディングジョッキーに輝く。2000年、 西海岸地区の中でも特にレベルが高いとされるハリウッドパーク競馬場のリーディングジョッキーとなる。2002年、アメリカ競馬三冠競争の内県タッキーダービー、プリークネスステークスをウォーエンブレムに起乗し制した。2006年、短期免許で2002年に来日した際の身元引き受け人だった藤沢和夫調教師の管理場であるダンスインザムードで、 キャッシュコールマイル招待ステークスを制した。藤沢調教師の管理場で勝つことができてとても嬉しく思います。といったコメントを残した。2006年9月4日、デルマー競馬場で7勝を挙げ、1日の勝利記録を更新した。従来は、ウィリー・シューメーカーらの6勝であった。2008年10月25日、ブリーダーズカップクラシックに、カジノドライブに起乗し挑んだが、 最下位の12着に敗れた。2014年はカリフォルニアクロームとのコンビでケンタッキーダービープリークネスステークスの米クラシック2冠を制覇した。2015年6月6日アメリカンファラオンに起場し37年ぶりにアメリカクラシック3冠を達成。2016年3月26日カリフォルニアクロームとのコンビで 前年2着のドバイワールドカップに再挑戦して優勝。2001年第15回ワールドスーパージョッキーズシリーズに参戦するため初めて来日する。中央競馬初騎乗は単勝4番人気のワンダーシアトルに騎乗し8着だった。ゴールデンサドルトロフィーで単勝7番人気だった全員のスピリットで勝利し、JRA 初勝利を挙げるなどの活躍を見せ、 51点で2位となった。また、第53回阪神ジュベナイルフィリーズにも出走し、ジョギー初起乗を果たした。2002年9月21日から11月20日まで、初めて JRA の短期免許を取得した。身元引受け人は、藤沢和夫長教師と大阪忍しかし、9月28日の競争中に車行し、起乗停止になるなど目立った活躍はなかった。 2003年、第23回ジャパンカップに出走するサラファンと共に、来日するも、単勝13番人気で17着に終わった。2008年、2月に6年ぶりに、JRA の短期免許を取得して来日する予定であったが、サンターニタ競馬場の排水トラブルの影響を受け、最終的に日程の調整ができなかったために、来日を断念した。なお、身元引き受けは、 藤沢和夫級社だった。2016年にもワールドオールスタージョッキーズ起乗のため来日予定であったが渡航に必要な書類を紛失したために来日を断念した。ありがとうございます。